はい今日はですね、日津先生にお得について教えていただこうという動画でございます。お得に学ぼうということで、日津さんに日々ね、日津さんとご飯食べに行くと、うんも聞いてないのに、とにかくポイントの話から始まるわけですよ。ここの支払いはこうでとか、あと今これやってますかとか。 俺一人にぶつけるよりも世界に向けて発信していただこうという非公認ファイナンシャルプランナーことそうですよ尻も積もればの王ですから日産からいろいろ最近やってこるお得なやり口手口について聞きたいと思うんですけど最近ずっとやっていた LINE の何かがお得なのがもうすぐ終わるって言ってたのは何なの あのラインが出してるラインビザえっ、えー、とラインペイビザクレジットカードそうですねはい、うん、っていうクレジットカード、うん、これがまあ3%の還元だっていうので、うんはい、話題になったんですよねそうですねだ、うん、これでも2020年から始まって2021年の4月30日で3%還元の期間が終わると、うん、あと1ヶ月はい、うん、で終わったらどうなるんだろうなってみんなが結構心配している中発表されたのが5月からは2%還元になります、うんはい、なるほどなるほど。 ってそうまあ1%は下がるけど2%だってでかいよねそう来月までは3%来月末までは 2%, 2>, 2も相当だよねすごいよ、うん、そうそれでもやっぱまだすごいからやっぱ残るっていう人はやっぱ多いんですよただ僕はそうは言ってもやっぱ3%が2%になるのははい、はい 許せない許せない怒りを感じてるそう3分の2だからどうにかその4月末までになんとかこのカード言語度額を使ってでも3%のお得にありつきたいそのカードを使えば使った分だけ3%になるわけだからこのカードをいかに使うかってことそうですはいまあ要は100円使えば3円そうだね1000円使えば30円そうそれがもうだってそれが5月になったら20円 とかなっちゃうわけですからね。そのポイントが一千万ポイントのはずがみたいなことになってくる。わ勝手だよな。ラインの下でもやることかな。まあ、でも、もともと期間限定だっていうから、まあ、しょうがない。急に大人。急に大人。今、すごいのが。すごい突き放されたね。それっ俺。そんなこと俺って。かってるめったにやんないよ。あんなこと。なんだろう、不愉快だわ。すごい突き放す。冷たかったね、今。見もしないでいい。でも。 期間限定なんで。<laughs> そんなことはこっちの方が分かってんだよ。冷た。<laughs> そんでそんで。あま,まあまあまあそうそうそう。それで、うん、まあなんとか今のうちに3%の還元にあえなんかなるなるべくその恩恵にあやかろう。はい、うん。でまあ普段は僕はその携帯でこうかコンビニで使うときはまあだいたいスイカが多いので、うんはい、とかスイカとかペイペイが多いんですね。うんうん、なので。 なるべくそのスイカとかペイペイで使えるものに一回そのレクレジットカードから1回チャージしてそこにチャージすることによってそこの分を使うそのチャージした瞬間にもう3%の還元は発生するですね。うんうん、なのでなるべくそっちにプールしておけばその5月以降もそっちあの3%還元はまだ使える。 オンラインのクレジットカードを使って最終的にペイペイなりの s u にチャージができるこういろんなルートを使ってできるようにすると、うん、そうですうで僕は考えたのは、うん、ミクシーがクレジットカードを出してて、うん、ただそれまだアプリ上でしか発行されないカードバーチャルカードバーチャルカードなんですけど、うんうん まあそれ JCB ブランドのバーチャルカードが発行できる 6g っていうこれもなんか招待制のアプリなんですけどそれを使っててでそこにそのチャージできる金額が50万なんですねで50万一気にパッて入れてそうですだまあ50万入れたらもうそれの3%もう。 ラインのポイントとして、パッて入ってくるんで。そうだね。すごいね。そう、そのラインのビザカードで、五十万円分をそこにチャージして。一万五千円?。そうじゃないですかね。すごいね。そうそうそう。で、まあ、それは、スイカのチャージで、後々使えるんで。そう、こからスイカのチャージをしようと。で、まあ、ペイペイとかも、今、その。そのために、僕、ワイモバイルに変えたので、ペイペイのために。今、先月かな?。で。ペイ。 Y モバイルって PayPay の,のチャージを Y モバイルの、うんえっと、携帯料金と一緒に払えるんですよ。いわゆるキャリア決済。キャリア決済、うんで。キャリア決済が使えるってことは、うん、Y モバイルの支払いはクレジットカードになるんで、うん、クレジットカードで要は PayPay の残高をチャージできる。うんうん、実質 そうでペイペイで支払った時に零点五パーセントつくんで結局三3.5%の恩恵にそうなるねあやかれるですよだからペイ y p の方に逃がすのもあり逃がすってのが何とか三津くんの独特の表現逃がすさっきも逃がすって言いそうになっててチャージって言い返したんだけどやっぱ出ちゃったよ最後逃がすポイント逃がしがねそう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 とにかくそのすぐ ってすぐ使うじゃん意味がないんだよ、ね、そのいかに遠回りしていろんなところを経由するか。うん、そうそう別のところに逃がして逃がしてクレジットカードの限度額なるべくいっぱいまで。<laughs> で、経由することによってポイントが,ントがどんどん20ドル30ドルみたいな状況あで,もできないのもありますけど、まあそうですね。本当だってほらあの、例えばコンビニのアマゾンギフトカードは対象外とかあドをするじゃんそういう。あ、そうですね。あ、えっと、金券を買あ金券が クレジットカードで買えるなら大丈夫いようにしてあったりとか、えー、で対策されてるところもあるけど、うん、時々こうやってニーツ君みたいに、うん、そのセキュリティーホール的にこのルート行けんじゃんみたいなのを見つけてくる人がいるっていうお得探検隊がね探検隊がそうそう新しいルートそう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 です、ね、そう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 そ、まあ、うそ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 のそうそうそうそいそうそうそうのうそうそううそうそうう ううん、うんですね、100万ぐらいですね、そ l ラ,ラインのビザでやっぱ三万円欲しい、ううん。うん、そうもったいないと思って、それやってますけど損するもんな、使わないでそのまま終わっちゃったら、そう、もそう損するのが嫌いなんで、損はしたくないと思って、今、やってる自分が得できたはずのやつが得できないのは損だもんな。そそうですそうでですす。まあ。 ただ、まあ、ラインの場合は、その、たまったポイントを、一回、そのラインが。運営しているライン証券という、この株式、株の取引所。これをラインポイントを、株の、その、なんでしょうね、口座に。現金として、まあ、入金できるんですよ。株を買える、お金として、まあ、銀行口座からもチャージできる。 株式口座に入るわけねイ、うんうん、ポイントがそのままそうですそうですそうです 1>,、うん、1円とした余力になるわけだそ,の株式をそうですそうですうん、うん、ただ別に僕はそこで株はもう売買,い買いしないんでうん、うん、もうそのまますぐ出勤するんですよ勤、うん、で入金も出勤も別に手数料はかからないのですぐその1万ポイントなりが1万円としてラインペイとして普通の通貨として帰ってくる その直接そのポイントを l i n e イのあれとしてはできないの、うん、町の支払いで使えますよ、うん、だからその後々使えるポイントじゃなくて現金として手元に来るから好きってことでしょ、うんうん、そうですそうですでしかもその現金で払うとさらにもう結局ポイントももらえるんでポイントで 払うとポイントってもらえないんで。そうか、そうだね、もう錬金術じゃん。ん <laughs> ポイントって結局一円単位で使える。そうか、そのラインの証券会社に、そこから現金として引き出すってことか。なるほどね<う>。はいはいはい。だからその。 ビッグカメラのポイントが1万円たまってたらビッグカメラの1万円のポイントで1万円もの商品買ってもそこに10%はもうつかないじゃん。それがそれをうまくどうにかして1万円として引き出してそれで銀行口座に入るからそれでそれをまた買ったらまた1000円つくと。なるほどポイントはなるべく何らかの形で現金に変えて支払う方が絶対いいと。なるほど。 思ってるんですけど、まあ、ただそれでもやっぱり高還元なポイントとかが出るとやっぱり現金でまず買っちゃうんですよねうん、うん、まあそれが光 TV ショッピングっていう、はい、あんまり僕も聞いたことない、はい、馴染みのないな光 TV ショッピングなんて俺も初めて聞いたよ NTTX とか同じ系、ね、そう NTT ってなんか通販のサイトよくやるんですけど、うん、NTT のプララっていうあのプロバイダーはいはい、はい で有名なところが運営してる、うん、通販サイト NTT がなぜかやるししかもなぜか安いんだよねう、うん、そうなんですよねもともと光 TV はそのテレビの中に入ってるアプリで、うん、その映像のコンテンツをた楽しめるっていうサービスの中でショッピングのアプリも出してて、うん、テレビ上だけでこうリモコンだけで買い物ができる、うん、みたいなのから多分始まったと思うんですけど、うん、まあそれの。 そ,うですまあ、それの普通の、えー、と通販サイトを僕はブラウザで見てるんですけど、うん、なんかやたらそのポイントの倍率が高いんですよね、うん、その50倍とか、うん、30倍とか、うん、そう <laughs> 今日の生放送で言ってたやつねそうだありえないんですよねだ普通に半額じゃないですか50倍とかだと <laughs> それがさだから要するに1倍が1%っていう,こう前提があるわけね、うんうん、そう1倍で1%だ楽天見てでもそれがよくわかんないんでポイント何倍っていうのが、うん、確かに、うん 俺もなんかいろいろ楽天のサービス使ってるからポイント基本7倍なんだけど、うん、7倍ってなるよねなんかおかしいよね、うん、言ってる表現がねまあでもとにかくそうなるわけだ、うん、それ 1%, 1が1円相当っていう意味でのその何十倍のそうです、うん、その光 TV ショッピングの中で 1>,、うん、えと1円として1ポイント換算されるので、うん、2>, だ2万円に対して50倍のポイントがついてると、うん、後日 万円分のポイントが入ってくるとただし2週間後に入ってくるし1か月しか有効期限がない短いんだね結構すぐ使わなきゃいけないんだしかもその日にはまとめては使えない2週間後にちょうど忘れたぐらいの時にドバッとくそうなんですよすごいちょっと使いにくいポイントではあるんですけどだけに高倍率というかそうただ 僕はそれでこの間 4K のプロジェクターとか、はい、その自作パソコンのパーツとかを、うん、まあ大体22万円ぐらいばばってそう買って、うん、その時のポイントは何倍ですかだだその時その80倍のものとか <laughs> の50倍30倍 <laughs> 買った買い物の8割分がポイントとして一番高く買ったやつの買い物が80倍全部まちまちなんじゃない ないの結局そのいわゆるプララからは80倍もらえるけれども、うんうん、結局そのクレジットカードで払うから3%それもあれでクールなの ?83%? そうですかそのひかり TV ショッピングで買う前にこのサイトを経由すると楽天のポイントが2%返ってきますみたいなその仲介サイトがあるんですけどその仲介サイトからも2%返ってくるし、うん とかそういうでかつ、ね、うポイント地獄じゃんもう <laughs> もうそうなんですよ。もうすごいそのポイントいろんなところでたまってるんですけどでようやくその1ヶ月限定の十何万ポイントみたいなのが入ったんですよね。まあでもどうしようと思って、うんうん、結局その お得に買えることがゴールだったから別にそのポイントで何か買いたいっていうのは全然、うん、<laughs> しかも22万も使っちゃってるしないそう,うん、うん、持て余しちゃうわけねそのそ絞り出して買ってんでしょその22万も <laughs> そうですそうですもう欲し,い欲しいもんねーな値,段値段をきっかけにこれ多分欲しいよねっていうのを自分に言い聞かせて買ってる、うん、<laughs> もうさあ<ー>なるほど例えばどういうものなのそれはそれはそのなんかあのパソコンのファイルサーバーとか で、うん、その期限も短い大量のポイント、うんうん、欲しいものも特にない、うん、どうしようと思ってうん、うん、何を買えばいいんだろうと、うん、しかもそのサイトやっぱりしょっちゅうそのポイント還元、うん、50倍だ何十倍でやるんですよ、うん、あこれちょうど欲しかったなって思って買おうとするんですよ、うん、ポイントで。 結局でもポイントで買ってもポイントはつかないんで損しちゃう損するんですよ、ま損定価で買うことになるなと思っておまけがないよね、もうおまけで買ってるからもういいんだけどね、本当はね、そうです、定価で買うのは嫌だなと思って結局、また現金で買うんですよ、現金というかカードで買うんですよ、ポイントが欲しいから、3%もつくし、50倍だと思って。 買うんですけど結局またポイントが返ってきちゃうんですよね返ってきちゃうねそうだってポイントが返ってきたくてその買い方してるからねそうだそもそれから逃れられなくなっちゃっててポイント地獄じゃんそう結局得したなって一時的なその欲求が満たされてその後のことが多少考えられなくなってそうだよね冷静に考えたらそのポイントで買えばただだからそう。 一番得殊なね、まあそうなんですよ。特なんだけど、ゼロ円支払額ゼロ円なんですけど、ゼロ円なんですけど、電池百二十個が千円で買えるんですよ。実質。いやこれもうポイントもう一回現金で買えば、そう実質千円。ただポイントでやると、ただ六千ポイント。実質って時はそれはいくら払ってるの？え六千払ってますよ。だから六千減ってるんでしょう。六千減ってますよ。 でも後でポイント五千円返してくれるから、でも返ってくるのはお金じゃなくてポイントなんですよ。そうポイントなんですよ。そのポイントは、そのポイントはどこかにどうにかして現金にはできないできないですね。できないですね。セキュリティがやっぱちょっとガード。まあまあまあなんか買って転売するとかだとまあできなくはないですけど、まあ基本自分のつ買いたいものを探すんですけど、まあその一ヶ月しかないポイントで。 この大量のポイントを使えって言われても使えなくて、うん、もう毎日苦しんでますね <laughs> なんかもう顔もないですよっもうこの絵もこの絵もたくさんあるし顔もないですみたいな大体プララでその最近いくらぐらい使ってんのその現金はいやまあだからもう,もう30万近く使ってんじゃないかな <laughs> あ<ー>結局実質支払いが実質 カード実質っていうかそれはもう払ったから、ね、払ってそう実質じゃなくてそう <laughs> そ,っそ,そうかそれポイントが30万ぐらいついてるのそうだからそうだからたまにこの価格ドットコムで1位です、うん、みたいなラベルがついてる時はあって、うん、それはポイントで買って ポイントつくなとも思うんですよそういうものに関しては、うん、もともと安いから元々安いんだからポイントつくなよつくなよってページして <laughs> あ大丈夫そうと思ったらあポイント30倍みたいなああま,また現金で買わなきゃいけないやつじゃんと思ってただでさえ安いんだからこれ以上ポイントつけないでくれ誰に怒ってんのお前は一体ポイントつかなければよかったのにと<ー>すら思うことも、ね、やっぱもうカードで買っちゃうの まあしょうがないですよだって30倍返ってくるんですからそ <laughs> でそのポイントは結局どうにかして使い切るのどうにかして使い切ります使い切るプランはあるいやもう、まあ、だからもうだからもうこの1か月の間に何かしら出てきてくれってもう欲しいものがうそう,そう,そうだから DVD レコーダーとかも欲しいなと思って欲しい機種を、うん、そう見るんですけど毎日売り切れ、うん 売り切れというかまあ入荷しないんですよね。期限内にねなかなか。なる,なるほどね。<う>例えばじゃもうその持て余してるポイントを、うん、だ俺とかラムがそのサイトで欲しいものがあったっていう時にお金払って多少ねポイントそこでしか使えないやつだから多少何割かにしてだけどちょっとそのポイントを安く。 買おうかっていうのはありなのあ全然ありですね。あそうなんだ。助かりますって感じ。お得が減っちゃうことになるよやっぱり例えば1万ポイントを5,000円で買おうかって言ったらそれはもう2円まあそれも割合次第だろうけど。うん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 まあ10%ぐらい。うん。そう。 さあ例えば俺らが <laughs> もうさそれ50%で元気にしたら何のためにポイント頑張ったか本当に意にわかんない、ね、<laughs> 実質ポイント80倍だったやつが40倍になっちゃうことになるからねでもそれはあれだけど例えば俺らがその価格顧問よりもちょっと安いぐらいで買えるぐらいのポイントを例えばまあ多分80%ぐらい。うん 自分で買うよって言ったらそれはありなのあそれはありですね、うん、あそうなんだもう解放してくれてありがとうって気持ちで <laughs> ポイント地獄からてくれて俺のポイントを有効利用してくれてありがとう現金にはなるからねただその買おうこれなんだけどって見せられた商品にポイント30倍とかついちゃってると俺が買うってなっちゃうん、<laughs> ちょっとポイントで買わないかもしれないいきますそれポイントは最後に使った時から1か月なのそれともさ古いやつから使えなくなってくるの、えっと そうですねあの買った商品が出荷されてから2週間後に1か月分の有効金で付与されます、うん、それはそこからさらに新しい買い物をやってもその最初の期限は変わらないそうですねじゃあどんどんもう消えてっちゃうんですか、うん、ど,ど,どんどん消えてってますねだからだからてってるのいやあのまだ消えてってないんでこれから付与されて消えていく まあその付与された瞬間に一ヶ月のカウントダウンが始まるって感じですね、うん、なるほどね苦しそうだねう <laughs> いやこれ勘弁してほしいなと思いますね本当 <laughs> 買い物依存症と何か掛け合わさった病気だよねや <laughs> <つ>新しいポイントが欲しくてもっと取り,定だ取りに行ってんのに <laughs> ポイントにそう追い込まれるっていう <laughs>、うん <laughs> 結局現金で買って一番儲かるのは <laughs> なんかさ本当最近の君が面白いのはさそこまで分かってんのになぜってやっぱ俺はもう <laughs>、うん、全部説明できてるって <laughs> やっぱ得したという快楽 <laughs> <laughs> 一時的な本当にそのパチスロのさあのなんかキラキラキラっていうのは綺麗ってのと一緒だね <laughs>、うん、お金が飲み込まれてるのは分かってるけど、うん、もうこのロールが回るのが綺麗でやめられないみたいな <laughs>、うん、そう感じなんじゃない、うん、やっぱりそうなんですよこの これが実質1万円で買えたんだっていう、うん、やっぱりその得した感でものを所有する、うん、これを知らない人たちがたくさんいるの中で自分は80倍のポイントでこれを買っ,たと、うん、買って使ってるっていうところですかねまあそのポイントを有効活用できるのらめちゃくちゃお得ではあるもんね確かになんかやっぱり一番こうさ確実に手堅く、うん 買った値段に近い値段で確実にリセールできるものっていうのを探しとくのがいいんじゃないか、うん、とお米とかは違うかもしれないけど、うん、その必ず買った値段からあんまりこう値段変わらず売れるものに変えたらいいんじゃないのだかそうそうでもそういうのを見,、うん、見られてるみたいで光、うん、TV ショッピングで得たポイントでなんかリセールバリューの高いものを買って転売してる人をチェックしてるみたいで、うんうん、で その目をつけられるとバンはされないんですよバンはされないんですけど、うん、あの食品カテゴリー以外買えなくなるっていうなんかだからやっぱあれだな悪いやつらと取引するのもやっぱり <laughs> ひどいじゃんそれもひどいしうちが待ってるから <laughs>、うん、だからお前が戦ってる相手結構やばいよ <laughs> 側じゃねホ <laughs> <laughs> 本トだよ。 プララ超やだから本当に自分で欲しくて買ったとしてもそのパソコンとかね <laughs> 食品以外買えなくなるらしいですよ,よ多分クリックできなくなるんじゃないですかカテゴリーがグレイアウトして怖いね面白えな <laughs> そだからポイントはさ結局お金を相手に預けて、うん、その得たポイントっていうのはものすごく向こうに コントロールされれるる通貨に変えられてると自由のだかない、うん、だか向こうも分かってるんですよね、これ、本当は買われたくないなっていうものも、うん、ラインナップとしてあるんですよ、うん、プレステ4、うん、ニンテンドースイッチとかも定価で売っててるんで、うん、それ、ポイントで買われると、向こうも腹が立つんでしょうね。うんうん <laughs> 知らねえよな。そんなの知らないよな。そういうの買いまくってると。プららはなんでそんな商売をしてるの人を地獄に引きずり込みたくてやってんのかな。意図が分かんないんだけど。まあ儲かってんだろうな、それで。まあまあまあ。そんなことより自分たちの売りたい、その代行処分したいものを高い倍率で売りたい。 だから商売としてはそうだね。なんかポイントあるから、買わなきゃ買わなきゃ、あ、これちょうどいいやっていう、ちょうどいいのところに、その在庫のやつをうまくポイント高めでやっとくと、君がそって乾電池を買っちゃうみたいなやつがあるわけでしょ。そうそうそう。電池が何本だったっけ ?120 本。120本でいくら ?6000 円でしょ ?120 本って大体今4本100円だから、ダイソーとかでね。えっと、3000ぐらいじゃない うん、120本だから120本の乾電池ってのはそもそも3000ぐらいの価値しかないんですよ。で君はそれをいくらで買ってるの現金で6000、まあ、円で,でポイントが5000つくから、うん、まあ実質1000っていうことなんだけどでもやっぱり6000払ってんだよね、うんうん、だからやっぱなんかやっぱ俺つかまされてる気がするそういうところで。 いや、そうなのそもそも電池そんなにいらねえし。まあ、災害の時とかね、それこそはいい、ね、い,そいいよねって話したいけど。うん。うん、でも俺はやっぱちょっと今日の話の中ではね、それ、それ食品以外買いなくされるのは、<laughs> めちゃめちゃ面白い。<laughs> めちゃくちゃ面白いね。そんなトリッキーなこと起きるんだね。そう。いや、本当 <laughs> あの、どんな顔のやつがやってるのか見てみたいけどね。あ<ー>クズ顔のやつやってんじゃないのうらら。 <laughs> 漫画みたいな話だね。おもしろそう。おも、ね、<laughs> うん。ちょっと変えなきゃ変えなきゃ。と、うんなゃししう感じですか,、うんはい、かね。でね。はい、また続きはね、ポイント使い切ったら。えー、ポイントもほどほどにということで。もう今日なんか本当顔も作らなかった笑ってる時がおもすぎて。<laughs> いい話聞けましたじゃあねまた使い切れなそうってなったら声かけてくださいもう欲しいもあったら見てみるんでプロジェクター俺もも欲ししいいかから想像するれなただ新津ツ君にその欲しいやつ申告したらいやこれはポイント高いんで現金で買ってくださいって言われる恐それがあるねあとだから前も言ったけど新津ツ君は普段から電池いっぱい持ち歩いて電池配りおじさんとして「はいとアはいたンさん」ってこうなんかちょっとす

銃弾みたいねこれ。たきがけして。たきがけして。たきがけして。じゃあ、今年のハロウィンとかにね。しまったな、今日のこの動画。しまったわ、しっかり。じゃあ皆様、ポイントはほどほどにということで、またお得情報お待ちしております。さようなら